西口画像中ほどにバス停がある。白岡駅は埼玉県白岡市小区にある東日本旅客鉄道東北本線の駅である。宇都宮線の路線相性設定区間に含まれており、上野駅発着系統と新宿駅経由で横須賀線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。 東北本線は1885年7月に大宮、宇都宮間の営業が開始されたが、蓮田、区期間には駅が設けられなかった。年月の経過に従って、農産物の出荷等に蓮田、区期両駅から鉄道を利用することも多くなり、駅設置の機運が高まっていった。そこで、1907年に日商村長ほか0家村の連名で、 停車場設置願いを衆議院、貴族院両議員及び、定心大臣に提出するなどして1908年に白岡信号所が開設され、1910年に駅に格上げされ開業した。信号所は日照村小区期に所在していたが、区期駅との混同を避けるため、小尾崎地区に隣接し古くからの遅延関係がある、下津村白岡及び、 白岡八幡宮の名を借りて、白岡信号所とし、駅に格上げされた際も、白岡の名称を踏襲した。1954年、市の津村、日照村、大仙村の一部が合併した際に、当駅名を自治体名に採用して、白岡町となり、その後市政を施行し、現在に至る。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ。 地上駅で、京上駅舎及び駅舎直結の駅ビルを有している。追加対応自動改札機、指定席券売機設置の業務委託駅である。2016年3月21日より、始発から午前6時20分までの間は、遠隔対応のため改札係員は、不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。男性用。 女性用及び車椅子対応のお手洗いが設置されているほか各プラットフォームにもエスカレーター及びエレベーターといったバリアフリー設備が整備されている2019年度の1日平均乗車人員は12,854人である JR 東日本及び埼玉県東計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り 東口駅前、西口駅前に併設された、駅ビル、ビーンズアネックス現在の駅舎が完成するまでは、西口が駅舎、改札口であった。一番線ホームと、西口駅前広場の間に残る木造の建物は、旧駅舎の一部である。駅西側には、白岡駅、西口商店街、本町通り商店街がある。白岡駅、西口商店街は、 埼玉県道145号、白岡停車場南新宿線の起点周辺から、蓮田市南新宿の市、堺までが範囲の商店街である。埼玉理想な銀行白岡支店を中心に形成されている。また付近には、白岡中央総合病院、小比佐義久伊豆神社が存在している。駅前広場内には、白岡特産会が開設されている。 本町通り商店街は、かつての埼玉県道78号春日部勝負線の一部であった。埼玉県信用金庫白岡支店を中心に形成されていたが、後継者不足などにより空き店舗も多くなっている。本町通り商店街を越え西側の市道を進むと、白岡八万宮が存在している。東口にはかつて、札幌ビールの系列会社のビール用枠が、 製造工場があり、引っ込め線が伸びていた。引っ込め線跡は、市が管理する駐輪場に姿を変え、工場跡はマンションになっている。また、駅前は、白岡市中央公民館、白岡郵便局などの公共施設、スーパーマーケット、ドラッグストアなどのチェーン店が立地している。また、中央公民館の隣の建物は1992年5月まで、 白岡町役場であった。なお、東口周辺では区画整理事業が行われている。さらに、東北自動車道を挟み反対側は、白岡市役所、保健センター、触れあいの森公園、白岡市総合運動公園などの公共施設が立地している。白岡駅停留所を呼び、白岡駅西口停留所にて、朝日自動車商負営業所、 国際工業バス埼玉東営業所が運行する路線バスが発着する駐車区指定交資料プレスリリースなど一時資料白岡信号所に関するカテゴリーありがとうございます。